はい。いつもありがとうございます。企業家支援専門会社ブラッシュアップ、企業家支援アドバイザーマガリオサトシです。アイデア発想スーパーテクニック35日目ということでね、はい。えっ、ー、と、もう皆さんそろそろ慣れましたか本日のお題は、今後レンタルにしたら爆発的に成功しそうな商品またはサービス。爆発的に成功しそうなっていうのがおも者ですが、はい。あの、ブレスト4つのルールをね、守って今日もいきましょう。それでは、じゃん。うん 本日のお題に対するあなたの答え仮説を下の四角い枠内に書いてください。売る、貸す、販売の仕方を変えて考えてみましょうということなんですが、あの僕、出張が多いんですよね。で、パソコン持っていくこともあるんですけど、ホテルではあの今、1泊1000円ぐらいの Windows のパソコンを貸してくれるんですが、僕、Mac を使っているんで、Mac のパソコンをね、レンタルしてくれたら助かるなぁなんて思いますよね。最近はもうあの 家具のレンタルってて当たたり前みたいになってて引っ越しをする先でねもう家具を揃えたりする必要がなかったりあの今はね断捨離じゃないですけど物を持たないっていう人たちもいますんでね便利ですよねそういうサービスがあるとねということでまた皆さんの仮説もぜひ、えー、っと教えてほしいなと思ってます YouTube の動画のコメントと勇気を持って <laughs> はいお願いしますそれではいつもありがとうございますまた明日